今日は1月6日の今夜の7時ぐらいなんですけど、なんか郡山市のなんとか山で七日堂参りっていうのを毎年やってるんですよね。2日間かけて夜通しで、なんかニュースでちょこっとやってたんですけど、なんか子供たちがこれ行きたいってことになって、今から行くんですけど、どんな祭りなのか全然わかんないですね。初めてだから、ニュースでもあんま見た時ないし、夜の祭りってどういう祭りなんでしょう。とりあえず行くだけ行ってみます。蜂蜜でパン食いましょう、パン。この蜂蜜は、タイ産、タイ、メイドイン、タイ産、タイ。タイっていう国の作られた蜂蜜です。純粋蜂蜜。国産だと高いけど安い。別に純粋蜂蜜じゃなくてもいいな。蜂蜜の味がすれば何でもいいや、安けりゃ。正直言って。甘ければ何でもいいや。たまーに甘いの食いたくなっちゃいますよね。基本しょっぱいのしか食わないけど。この端っこの方に蜜がないと、真ん中ばっかだと、隅っこの方噛んだとき、味がしないとがっかりしちゃうんですよね。こんな感じで食っていきましょう。この寒い。よし、行きますか。そろそろみんな乗ったら。深川市に入りました。あと何分ぐらい、30分ぐらい、あと。そんなにかかんないか。あとこっからだと近いと思う。はい、スカワワシティの中心部まで来ました。スカワワシティ反対車線の車はみんな東京方面に向かうんだね。そうだね。東京方面、トラック、乗用車、すごいね。運命の分かれ道。左はバイパス、直進は街中。街中行きまーす。おー、いやいや、来た、郡山来たよ。ここまでで何分？ここまでで分かんない。やっぱ街中入ってくとトラック全く走ってないね。そうだね。バイパスの方行っちゃったね、みんな。運命の分かれ道。左行けば日本海、右に行けば太平洋、新潟といわき。はい、無事駐車場に停車できました。よし、行きますか。遊歩道になってるんですね。はい、あ、見えてきたね。見えてきたに見えてきた。こっからがスタート。うわー、放射天国だ。腹減ったね。あれ、テレビ局来てる、テレビ局。テレビ局来てる、テレビ局。マジで録画しとけばよかった。ほら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 。
楽しかった。なんかみんなに写真見て撮られてたね。いい匂いするな。これ食べたい？さとみさん、これ食べたいんだって。雨。はい、せいちゃん、どれがいい？どれがいい？やっぱりこれじゃなくてこれにしようかな。これにする？これじゃなくて。リンゴ飴？リンゴ飴。すいません。リンゴ飴一つください。大阪焼きもあるね。お好み焼き食うか。大阪焼きだよ。お好み焼き食いたい。あ、うん、あ、並んでるね。こっちはないか。なあちゃんとせいちゃんいる？あっちも行ってみようか。ここで終わりだと思う、たぶん。おま、先生や、落ちちゃった。もうちょっとで最後らしいから、とりあえず行く。もうちょっとで最後だね。さとみさん、ちょっとここで食っていきたい。参拝されるお客様、左が2列に並んでお待ちください。参拝だって、参拝。参拝、じゃあいいか。じゃあ行って。上に登っていく、見る。え、じゃあどうするって。ゆっくりでよ。白川だるまも売ってんだね。本当だ。金鳴らせるんだ。チーズ。あ、ドネルケバブ食ってくるね。ああ、これ縁起物だね、みんなね。おいしそう。おいしそう。ケバブ買ってきたよ、ケバブ。じゃあ俺動画撮ってっけ。ちょっと、はい、ちょうだい。パパ持ってるよ、パパ持ってる。はい、行ってきな、行ってきな。もう一回、もう一回、もう一回。パパ、うん、手合わせて。大きくない種、種、大丈夫大丈夫、ごっくんしちゃいな。国指定重要美術品、どうかねだ。せいちゃんやってきな。何のやるって。何、ちょっと僕はできない、とりあえず。よーし、オッケー。なーちゃん、何？こっちのも展示物なんだね。あ、そうだな。そう、熱いんだって、これ。なーちゃん、別に怒ってないって、せいちゃん。
ハム。上まで行ってみる？さつきさん、お寺のあそこまで。行ってみよう。せっかくだから。ハム。何？ここがあるか。映んねえか。中ピカピカしてるでしょうね。あれね。こっちはみんなあれだね、飾り物だね。こっちもみんな飾りだね。なんかあるよ。ほんと？ランタンセイちゃん来てみ。あ、大っぽいやつだって。ここも縁起物ですね。みんな縁起物か、この辺は。みんな分かった分かった。待てて待てて。揚げだこ食ってくか。最後に焼きそば食って帰るか。何入ってるの？いいよ。